デイスリー水曜日。これ単発かシリーズかどっちかわかんないですけど、シリーズになるね。朝が。今日はゼミがある日だ。正直憂鬱だが、いつまでも布団にくるまっているわけにはいかない。よし、出よう。俺はのそのそとベッドから這い出し、大学へ向かう準備を始めた。これ佐々木さんまた会えるかな、大学。あ、っていうか間ね、その日その日によってこの画像変えるのすごいな。ゼミ室、凝ってんね。今日ってディベートやるっしょ、だるくね。単位がかかってなければ余裕でサボるんだけどな。マジそれな。ゼミ室に入るとすでにほとんどの学生が着席していて、思い思いにおしゃべりに興じていた。うちのゼミは男女合わせて14人の学生が在籍していて、その中には佐々木さんや先日の嫌な女の姿もあった。嫌な女ってどっち？アヒル口の女か金髪派手髪の女か。おはよう。今日はちゃんと全員出席しているようだな。授業開始の時刻になると同時に高めで教授が現れ、ゼミ室が静まり返る。あーまあ厳しそうな先生かな。高峰教授は見た目の印象通り厳しい人だ。やっぱり学生たちの多くは彼を苦手としているらしいが、俺は正直全く嫌いではない。バカ大学生たちを厳しく叱責だっけ、違うっけ、できる大人がいなくなったら日本の大学は終わりなのだ。でもそう考えられるあたり真面目だよね。それでは今日は事前に告知していた通りディベートを行う。議論のテーマはこれだ。なんだ、恋についてとかじゃねえだろうな。あー、思考実験か。教授はホワイトボードに思考実験という文字を書き込んだ。さて、君たちはもちろんこの程度の用語はすでに知っていると思うが、じゃあ佐々木さん説明してみなさい。あ、佐々木さん。はい。思考実験はある状況を仮定し、それにどう対処するかを考える実験です。有名なものだとトロッコ問題とか。ああ、あるね。よろしい。いや、佐々木さん、こういう授業でもハキハキしてていいね。トロッコ問題は1967年にフィリッパ・フットが提起した大変有名な思考実験だ。こんなことすら知らない不勉強な学生はうちのゼミにはいないと思うが、念のために詳しく説明する。ああ、優しいですね。ありがとうございます。あいつ、一人を救うか、大人数を救うかでしょ。目の前に暴走しているトロッコがあり、このまま何もしなければ線路上にいる5人の作業員は引かれてしまう。君の目の前にある操作レバーを引けばトロッコを別の線路に切り替えることができるが、その場合は別の線路にいる一人の作業員が引かれてしまう。君は何もせず5人の作業員が死ぬのを見ているか、線路を切り替えて一人を犠牲に5人を救うのか、倫理観が試される問題だ。なるほど、確かに難しいな。5人の命と1人の命なら5人の命の方が重い気がする。助けた5人やその家族からとても感謝されるだろう。しかし線路を切り替えるということは、本来死ぬ運命じゃなかった1人を自分が殺してしまうことになるわけで、ぐー、難しすぎて選べない。あ、決められない。これ難しいよな。しかしまあ、今回のテーマはトロッコ問題ではない。本題に入ろう。ちゃんとホワイトボード、あれ消した、音をしたね。これから議論してもらうのはこれだ。お、なんだ、便器のクモ。ある少年が学校のトイレで一匹のクモに遭遇する。なんか BGM が急にミステリーなんだけど、クモはトイレという狭くて汚い場所に住んでいて、とても人生を楽しんでいるようには見えなかった。かわいそうに思った少年はクモを窓から外に逃がしてあげた。しかし学校の近くには大きな道路があり、交通量も多く、クモは数時間後車にひかれて死んでしまった。さて、この少年がしたことは正しかっただろうか。少年は正しい、少年は間違っている。アメリカの哲学者トマス・ネーゲルが主張した思考実験、便器の雲を私なりにアレンジしてみた。それでは今から A の少年は正しいと思う人、 B の少年は間違っていると思う人に分かれてディベートを行ってもらう。 A の人は私から見て左側、 B の人は右側に移動してくれ。なるほど。はい、移動開始。自分はどちらかといえば B かな。学生たちが一斉に席を移動し始めた。俺は、夢先分裂しました。二人の人間になりました、夢先。少年を責める気はないんだけど、少年にとってのその狭くて汚いところっていう考えが、そもそも雲にとっては違うんじゃないかなっていう意思で B 選んだんだよ。雲にとっては汚いって概念ないかもしれないっていうか、思ってないかもしれないじゃん。狭くて汚いところこそが雲にとっては快適な場所だったかもしれない。全員移動し終えたようだな。それじゃあまず A を選んだ人の主張から聞いてみよう。今目があった夢咲みむくん、どうかな。ああ、すいません、B について議論してしまいました。ん、これバグったな多分。はい、戻ってきました。うわ、いきなり俺かよ。まあしかし一番最初に発言できるというのは、他の人と意見が被る心配がないし、ある意味ラッキーかもしれない。
私は少年の行いは正しいと考えます。善意で雲を助けようとしたわけですし、今回は運悪く死んでしまったけど、数時間だけでも広くて綺麗な外の世界で生きられて幸せだったと思います。なるほど。それでは反対の意見。ああ、佐々木さん気が合うね。どうかな。夢酒は夢酒でもちょっと意見が違ったからさ。はい。私は少年の行動は間違っていると思います。クマは別に一言も助けてほしいとは頼んでないし、勝手にクマにとっての幸せが何であるかを決めつけて余計なことをするのは良くなかったと思います。同じそう、クマにとっての幸せかどうか分かんねえからな、外の世界が。少年も悪くないけど B の方が分かるから。佐々木さん同じだな。なるほど、そういう考え方もあるのか。鈴木さんのことはただの養蚕女子だと思っていたが、結構しっかり考えてるんだな。若いのに監視な、お前同い年だろ。いや、俺も同い年なんだから、その感想はおかしいか。若干上から目線だな。はい、私は彼女の意見に反対します。確かにクマは助けてほしいと言っていませんが、助けてほしくないとも言っていません。クマとは意思疎通ができず確認のしようがないので、そこを論じても意味がないと思います。あ、ちゃんとディベートしてね。それに佐々木さんは少年がクマを助けてあげたいという善意を持つこと自体余計なお世話で間違っていると言いたいのでしょうか。違うんだよ、そこ違うんだよ、そこ違うから、あらかじめ言ったんだよね、あらかじめ言ったんだよねってここで言ったって、自分講義参加してねえから意味ねえか。それは、いや違うよね。あ、うつむいちゃったが、大丈夫だ佐々木さん。一回バグってゲーム落ちたから、その世界線違うかもしれないけど、前の世界線の夢先がね、事前にそこちょっと補足してあるから大丈夫だ。シュンとうつむいてしまった。いや、佐々木さんの意見も一理あって、あくまでも彼女が言いたいのは、夢先ミーム君、途中で意見を変えてはならないというのはディベートの基本だ。それでは議論にならないだろう。すいませんでもあれだね、夢先優しいね、今度は俺がシュンとうつむく番だった。その後20分ほど白熱したディベートが続いた。最後は教授による振り返り指導が行われ、授業は終了した。白熱したってことはやっぱみんななんだかんだ授業始まれば熱心にやるんだね。いいことだ。それでは今週のゼミはここまで。使用した机は誰か元の位置に戻しておいてくれ。ホワイトボードも消しておくように。では解散。これ佐々木さん話しかけてくれるんじゃない？そう言い残して教授はゼミ室を出て行った。あー疲れた。ゼミってマジだるいわ。いや白熱してたんじゃないのかよ。あ、お前今からサークル室行くっしょ。もち、近くのスーパーで具材買ってきてタコパしようよ。女子も呼んでさ。あ、タコパいいな。たこ焼き食いてえわ。ねえねえ、この後原宿のカフェ行こうよ。ここの店、すっごくインストインストはちょっと意味が変わってきそうだけどな。映えする、やばいパンケーキがあって、やばい。最近の若者やばいよく使うよな。まあ、自分も最近の若者ではあるんだけど。ゼミ生たちは楽しそうに雑談しながらゾロゾロと出ていき、気づくと教室には俺と佐々木さんしか残っていない。みんな移動が早い。彼女は一人で黙々と机を元の位置で戻り、いい子じゃん、いい子だ佐々木さん。あ、俺も手伝うよ。うん、ありがとう。さっきはごめんね、私のせいで教授に注意されちゃって。いや全然、あれは俺が勝手に口を挟んだだけだし。そっか。無言の時間が続いたね。まずい、沈黙が訪れてしまった。こういう時は何か気の利いた話題を振らないと。こういう時のためのセーブだよね。はい、セーブしましょう。まあ、今日はいい天気だねが無難だけど、大学楽しいは踏み込んだね、これは。一旦無難に言っとく？なんか大学楽しいは踏み込む気がするから、そっちはそっちで。一旦今回は誰を攻略しようみたいなの決めずに行きたいから、無難に行きましょう。今日はいい天気だね。え？そうかな？外曇りだけど。曇りなんかい。そら天気良くねえわ。片付け終わったからもう行くね。ああ、うん。いつの間にかホワイトボードも机の配置もすっかり元の状態に戻っていた。彼女は軽く会釈をしてそのままドアから出ていった。無難な返しのはずが無難でもねえな。俺だけがポツンと誰もいないゼミ室にしばらく取り残されていた。これデフォ行っちゃう？デフォ行って、あ、夜か。夜。はあ、疲れた。今日も一日よく頑張った。そうだ、マリーズをチェックしなきゃ。ハマってんじゃねえか。夜の時間はマッチングした女の子とチャットすることができます。チャット相手やトーク中の選択肢はルート分岐に一切影響しないの。誰とも会話せず寝ても OK。 52。そうなんだ。どうしようかな。愛理絶対金ねえ男だって気づいて愛想なくしてるけど、ちょっと逆に話してえな。話そうぜ。返信くれっかわかんねえけど。あ、ゲーム側から拒否られましたワンモア挑戦。落ちんなよ、落ちんなよ。あ、よかった。あ、話しかけてくれんじゃん、アイリーちゃん。
ねえ見て見て、今日ゲットしたバッグマジ可愛くない？あ、可愛い可愛い。可愛いね、ブランド品？結構高そうだけど自分でそういうこと聞くな。自分で買ったの？うん、パパに買ってもらった。わら、あー、パパ活か。そうなんだ、優しいお父さんだね。いや、ここがこいこ。それな、アイリの自慢のパパだから。あ、これって、どうなんだろうな。家族仲がいいのはいいことだね。じゃあパパ活聞いて。でも怖いな、もしかしてパパ活？違う違う、アイリのリアルパパ。あ、リアルパパなんだ。へえ、うちはピーカツがしないいい子だから。あ、いい子だね、じゃあ本当に。いや、そっか、びっくりした。ねえ、変なこと聞いてごめんね。本当だよ、マジウケる。あ、でも意外と悪くねえわ、アイリちゃん。いいかもしんない。最後と話そう。いや、これ今日全員話したら終わりにします。話しましょう。こんばんは。こんばんは。そういえば今日大学で思考実験ってやつを習ったんですけど、さやかさんは知ってます？あ、いいね、やっぱ大人な女性っていうか年上の女性だからこういう勉強事を話すっていうのもいいよね。もちろんトロッコ問題は有名よね。囚人のジレンマや水槽の中の脳なんかも興味深いわ。おお、さすがさやかさん、博識ですね。俺は今日初めて知ったんですけど、すごく面白いなって思いました。普段あまり考えることがないテーマだから難しいし頭使うけど、そうやって一生懸命考えることで思考力が鍛えられるし、とてもいいことだと思う。何も考えずに生きている人間よりずっと成長できる。私、こういう話ができる聡明な人に出会えて本当に嬉しい。マッチングアプリってやることしか考えてない低俗な男性ばっかりだから。そうなんですか、それは許せませんね。俺もさやかさんみたいな女性とマッチングできてよかったです。さやかさんタイプだな。今んところさやかさんが一番タイプではある。あの、アイリちゃんも、あ、普通にいい子だなって思ったし、 M さんも佐々木さんじゃねえかな説もあっていい子だなって思うんだけど、タイプで言うとさやかさんが一番タイプだわ。話し口は、こんばんは。突然なんですけど、昨日発売されたアイスタのゆずきちゃんの新作フィギュア見ました？完成度すごくないですか？あ、これゆずきちゃん、かわいい、こんばんは。ああ、ツイッターで話題になってましたよね。顔とか服の造形がクオリティマジでやばいって。そうそう、金欠なんで予約してなかったんですけど、やっぱ買っちゃおうかな。アイスターもうすぐ映画も公開ですし、波に乗ってますよね。あ、映画も公開なんだ。そういえば素朴な疑問なんですけど、 M さんってなんでプロフィール画像がイラストなんですか？やっぱりネットに自分の顔をさらすのは抵抗があったので。悪用されたり知り合いに見られたら嫌だし、あとは単純に自分の容姿に自信がなくて。佐々木さんだと仮定して言うけど、自信持っていいと思うけどね。わかります、俺も本当はアニメアイコンで、アニメアイコンはやめとけここで、それだと絶対誰ともマッチングしないけど。わらわら使ってんな。イラストは自分で描いたんですか？上手ですね。そうです、自分で描きました。ありがとうございます。あー、でもやっぱ楽しそうだね。じゃあもう寝るにしよう。眠くなってきた。明日は小テストがあるし、軽く勉強してから寝るか。お、偉いね。てか勉強熱心だね普通に。俺は授業で使ったレジュメやノートを一通り見返した後眠りについた。よし、じゃあこれでここで終わりにしよう。はい、また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 。はい、ということでマッチングアプリで出会い中してみたパート1でした。いやー、あれだね、三者三様で結構自分的にはみんないい女性だなって思うんだけど、これからどうホラー表現も一部あるっていうの最初に出てきたのもそうだし、どう進展していくかめちゃくちゃ楽しみだな。あれだもんね、 M さん勝手に佐々木さんって思ってるだけで、ルートによっては佐々木さんと全然違う人かもしれないし、パラレル方式って書いてあったから、ルートによって本当にいい人の場合とめちゃくちゃ悪い人とかストーカーとかの場合もあるんだろうなって考えると、いやー楽しみだね。こっから好みで言ったら、今のところ話してて一番タイプだなって思うのはさやかさんです。この一番左の25歳、東京。果たして最初は誰とマッチングするのか、マッチングするのかっていうか、まあ誰と結ばれるのか、はたまた結ばれないのか、あそこら辺も楽しみにこれからやっていきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかもしていただけたら幸いです。毎日投稿頑張っておりますので、よかったら応援や拡散なんかもしていただけたら、とても活動の励みになるのと、これからもより一層頑張れるので、よかったらお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバイ。